チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今回コラボさせてもらうリアルさんです。こんにちは。わあ、もうすぐ見てる通り、あのリアヌさんは何のオタクですか？はい、私はサバゲーオタクになります。実はあのリアヌさんのことはね、 TikTok にも何回も見たことがあって、すごいお人気になりましたんですよね。これを見てください。ポン。すごいですよね。なんかすごいスタイル変わって、すごいかっこいい。ありがとう。名作になりましたんですよね。一番最初見た時に、ダイエット動画かなって思ってたんですけど、その後そのサバゲーの写真がバンバンバンに出てきて、すごいびっくりしました。そういうことかって思って、なんかもっとかっこいいレベルになって、ありがとうございます。なんかお似合いますよね。違うというとお似合いますよね。なんかその情勢的にはやっぱり気になるなんですけど、なんか。その方法とかあるんですか？どうやって痩せたって気分か。そのサバゲー始める前が、私もう本当暇さえあればなんか食べて、もう仕事しながらもずっとポテチでも何でも食べて、もう暇さえあればもうご飯にお金を突っ込むタイプだったんですけど、まあコロナの関係とか、まあ外とかも出ることがなくなってきてっていう時に、友達が、女の子友達がね、ちょっとさ、リリーさ、サバゲーやってみたい、ちょっと人数足りないんだけど。でも確かにサバ揚げをやるときにすっごい筋肉使いますよね。使います。一回だけやったことあるんですけども、次の日はもう1週間ぐらい筋肉痛があったから、それのきっかけでもう痩せたということですよね。はい。すごい。もうサバゲ、もう明日からサバゲちゃん、もう一回行きたいなって思います。サバゲやっぱりイメージで、やっぱりこう銃でバンバンっていうイメージが強いと思うんですけど、それだけじゃなくて、本当、まあもちろん行くフィールドとかにもよるんですけど、まあ走り回ることもあるし、山だったら登りより平気ですので、しかも夢中になってるので、一人でも友達でも夢中になってずっとやってるので、気づいたら本当に筋肉使うし、こうバリケードどっか隠れようとするときちっちゃくなるので、やっぱかがんだり、その動きが本当使えます。で、それはもう、普通のジムとかもダイエットをしせずに、もうほんとサバゲでハマって、それで痩せたということですよね。私の場合はあと多分特殊で、ほんとドハマりした人なので、もう多い時に週に 4、5回4、5回フィールドに行ってずっと、でも夢中で、もうお昼ご飯はもちろん食べるんですけど、バーって食べた後にもうすぐまたゲーム、もう1回も休まず。どのぐらいの期間で痩せたんですか？私の場合は最初にサバゲ始めたのが6月、去年の6月末ですね。去年の2020年の6月末に最初に1回目をやって、そこからドハマりして7月からもずっとやり続けて、で、私は10月くらい、10月、11月までには30キロ痩せましたね。はい。明日からサバゲに行きます。明日からもう絶対サバゲに行きます。ね、すごいな。ちょっとジムよりはいいんじゃない？もうライツアップに超えてるんですよ、完全に。で、女の子が痩せるだけじゃない、私の男友達でも、そのサバゲやってから出会った人でもあるんですけど、まあ、ヘタレンジャーさんっていう方がいて、その方も、あの3ヶ月で30キロ落としてるので、わー、もうサバゲも運動してる。そう、あのもうちょっとジムは明日からやめてサバゲに行こうかなって、今本気で。わ、そうなんですか。もっと長いかなって思ってたんですよ。そこから、まあキープだったりとか、その後、ちょっと一回痩せすぎちゃって、で、周りにちょっとさ、そんななんか別にサバイバルしてるわけじゃないんだよ、もうちょっと食べたらみたいな言われて、食べたりなんかもうちょっとねえみたいな言われて、ああ、分かったって言って、それまで本当もうゲームの間、もう本当めんどくさい時はもうプロテインバーだけかかって
ちょっとすごい。そんなにやったんで、ええー、のに使うのに。だから帰りは今は全然もうサバゲーの終わりはラーメンも食べますし、むしろめちゃくちゃ食べるようになって、だけどそれに応じてちゃんと運動もするので、うん、そうそう、うん、筋肉量もとりあえず、ね、最高。サバゲの一番楽しいことは何ですか？一番楽しいこと、何よりも自分が映画の主人公になったかのような感じで、もう敵いなくても撃ちますからね。そうですよね。ああ、かっこいい、かっこいいとかって思いながら。なるほど。銃を持ってゲームスタートってアナウンサーが流れて、うん、そこから銃を持ってパパパパパってこう前線の方に走っていく、その感覚だけでも酔えます。あ私はアンジェラ・ジュリーンだと思ってだと思ってやってます。いいなぁ、いいなぁ。今日はいろいろ見せてもらうことは可能ですかね？こういうなんか目の前にものすごいものがあるんですよ。ちょっと何が持ってきました。それ何ですか？バッグ？これはですね、プレイクリアって言って、そうです、これつけると、まあ要するに防弾チョッキみたいなもの。何キロぐらいの？私の場合は中にウェイト、重りって言われるものを入れてないので、はい、もうこのマガジンとかの重さで、でも3、4キロぐらいかな。これ浅見ですよね。浅見ですよね。あの先端でちょん切っちゃってます。あ、なんかすごい便利。すごい。でも私が持ってるプレートキャリア、うん、結構何個か持ってるんですけど、その中でも一番多く着てるかな。ということで、まあサバゲのお店に行ったことはあるなんですけど、はい、あのこれ一つだけではなくて、何個持ってるっておっしゃったんですよね。でじゃあ実際この2年間でいくらぐらいお金使ったんですかね？今1年半か、うん、でも1年ですけど、まあ私の場合初期投資が大事だと思う人なので、まあ、自己投資と言います。でやっぱ実物で長く使えるものだと考えてますので、そうですね、600万くらいですかね。おお、オーマイガー、今半分以上多分きっと消えましたね。ちょっと今サバゲに行こう、うんすごい。でもまあ分かりますよ、まあ、コスプレと一緒で、すごい気になりますよね、うん、コスプレのクオリティもちゃんとクオリティしたいんだったらもう1着30万ぐらい全然超えるので、うん、そうですよね、もうこれと一緒ですよね。ね、わお。サバゲにハマる前に好きなものとかハマったものとか、うん、何したんですかね？あ、一応ちょっと日本、アメリカ人、私アメリカ人です、はい、アメリカ生まれ育ちで、で日本に途中で来て、そこから行ったり来たりしてて、で自分太ったきっかけでもあるんですけど、ラーメン、どうしたの？ラーメンですよ、ラーメン。いやもう家系のラーメンが大好きで大好きで。なるほどですよね。もうそれにお金かけてました。あ、もう一日ほんと何杯食べるのっていうくらい、引っ越しするところも全部ラーメンで決めてました。もう、あ、激戦区吉祥寺、あ、激戦区中野、あ、激戦区高田馬場みたいな感じで、もうトン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 って、もう食べたいラーメンに合わせて、はい、意地打ちも変えて、でそんな感じのラーメンオタクしてました。イタリアではサバゲはそんなに人気がない気がするなんですけど、日本ではどんな感じですか？日本では一応私が聞いた話だと、今サバゲーの人口っていうのはだいたい35万人ぐらいだっていうのをちょっと前に記事に読んで、はあ、結構日本だからもう今もだいぶ広がってきたというか、普通のこういうガッチガチの装備のイメージだったと思うんですけど、全然今は本当逆にカジュアルなファッションだったり、うん、黒装備って呼ばれるような、もうほんとスタイリッシュな格好から、あとやっぱゲームから流れてくる方が多いですね。だからほんと銃が発光してるようなやつ。そうですよね、やっぱりゲームから一番、うん、多分サバゲがハマる人が多いんですよ。私みたいにそのゾンビを倒すゲームが大好きなのでもう、うん、やりたいな。私は前誘ってくれたけど、
まあ、そっちにパパって行ったんですけど、確かに自分もサバゲやってみたいでだったらどこから始めればいいですかね。サバゲ一応フィールドによって、うん、っていうのも多分大体のフィールドがあるんですけど、初心者パックとかレンタル装備だったりとか、でもう全身銃から服から全部レンタルできますよっていうパックが大体のフィールド、有名なフィールドだったらほとんどあって、うん、もう初心者で申し込んで、そしたらもう全然講習もやり方、うんうんうん、使い方、はい、どんなものかとかも教えてくれますし、初心者だとこう一応チームでマーカーこうやってお互い分けこう見分けがつくように赤色、黄色とかいろいろあるんですけど、初心者マークとかがあったりすると、うんうん、あのみんなより1回命が多かったりとかで、初心者がいたりすると周りの経験者が優遇して、例えば助けてくれたり、あそこに敵がいるってことを教えてくれたり、結構もう本当一人でも簡単に気軽に始められると思います。あ、本当、うん、いいですね。じゃあ一人でもフィールドに行けば仲良くになれるんですか、他の人となんかプレイができるということですかね。一人の人の方が多いんじゃないかな、むしろフィールドで一人で行って何度も行ってるうちに常連さんだとか、あ、この前いましたよねとかって話したりとかして、それでお互い知り合いになって、あ、じゃあまた今度はお会いしたらよろしくお願いします、あ、また会いましたねとか、そこにチームになんかなりやすいんですよね。一回、うん、まあ、プレイした後に、まあ、やっぱり近くに座ったりとか話しかけたりとか、あと、じゃあここを一緒でお願いしますとかスタッフに言えば、なるほどね、うん、なんかいいですよね。なんか始まりやすいんですよね。始まりやすいです。はい、今日はありがとうございました。もう話を聞いてもう目がキラキラしてますよもうすごいハマってるっていう感じも伝わるし、うん、私もサバゲやってみたい、すっごい気持ちになったんですよ。本当ですか。はい、もうぜひぜひ。じゃあ私が YouTube で、うん、参加してる YouTube があって、それ BO チャンネルっていう YouTube を、まあ、調べていれば、はい、出ればすぐ出てくるんですけど、そのサバゲやってるのでぜひご一緒しましょう。え、いいですか。やってみたいです。ありがとうございます。ちなみに他の見てる方もなんか一緒にサバゲしたいとかは、なんか方がいたらどこになんかオフ会とかイベントとかやってるんですか。私がイベントの出演とかだったりするときは、一応ツイッターとか、YouTube よりもツイッターとインスタグラムの方の、告知の方が、はい、でそっちの方をフォローしていただければ、はい、みんなぜひチェックしてみてください、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。チャオ。